なんかファミレスみたいなのってあります？一応ジョイフルとか今。明美ちゃんも何回かね撮ってるんですよね。そうですよね。そうそうそう。いつも見ててすごいなと思って、かっこいいと思って。ね、そう。あ、愛にちょっと憧れて。はい。車はまだあんま知らないんですか。そう、あんまりそこまで詳しくなくて。何かやるとまた。変わるから。そうですか。変わる変わる。やらないとやるんじゃなくて全然違う。経験にもなるから。ああ、確かにそうですよね。そう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 。そう、初めてなんですよ、こういう経験が。多くの人はやっぱ知ってくれるんで。ああ。そう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 。人脈が広がる。そう。仲いい人も多分増えると思うんで。そう。私は女子。そう。憧れててお母さんにそういうクラウン着てほしいって言ったら、お前には似合わねえって言われて乗ると。でもなんか憧れはあるんですよ。お腹いっぱいになりましたか。お腹いっぱいになりました。撮影はどうですか。楽しみですか。いや楽しみですけど、どうポーズ取ればいいか分かんないかもしれないです初めてなんで。初めてだもんね。はい、ちょっと待ってね、はい、ちょうど光が、うん、
今日どうでした？初めての。いや、いい経験です。楽しいですね、正直。楽しい。はい、楽しいです。